揺るぎない意志を糧として闇の旅を進んでいく。勇王邁進。ヤマト。いいや、私は文句あるぞヤマト。お前昨日の夜私が呼び出したのに来なかったから。いや、それは依頼が。寂しかったぞヤマト。せっかく兄弟の契りを交わしたというのに、姉の誘いをほったらかしていくとは。それで姉さん、呼び出しってのは？決まってるだろう。暇だったからお前をいじって遊びたかったんだ。ギブッギブッギブッ、壊れる。まだ早い。私の弟になったからには、せめて象が踏んでも壊れないとか、100人乗っても大丈夫のくらい頑丈じゃないとな。ギブッ。それを普通の人に求めるのは問題あると思うよ。まあいい。合法的に暴れられる依頼を取ってきてくれたんだ。許してやるか。なんだよ。ダズネイヌってどこが暴れられる依頼なんだよ。いてれれれれ、誰もそんなこと言ってないだろ。大丈夫か、ヤマト。助かったのか。無事か、ヤマト。ヤマト、生きてる？ああ、生きてるけど。そうか。なら殺してやる。今すぐ。そういうことだからヤマト。今日も私のおもちゃになる。まず僕がチンピラに変装してヤマトを襲うんだ。あ、どうしたミヤコ。ヤマト、ごめん。うわ。生活態度を正し、心身ともに健やかに勉学に励むべく余裕を持って早めに登校します。後ろ前に受け身。いや、すみません。私急いでた。ぬかさ、まさか自分のスカートめくりに神風の術を使うとは。逆らった罰だ。今日はフルコースでいたずらしてやる。まあ、あんなところに少女が。何？ヤマトってまだお姉様のことが好きなの？大丈夫？大丈夫だ。私ね、ヤマトとお姉様が結婚すればって思ってたの。うわっ。大丈夫ヤマト。でもワンコ、家族を増やすんなら俺と姉さんじゃなくても俺とワンコが結婚しても同じだぞ。え？な。な、何を言い出すのよ。私なんかお姉様より全然ダメなのに、ヤマトの好みになんか全然届いてないから。学校サボってどっか行きたいな、弟よ。姉さん、出席日数足りなくなるよ。そしたらお前ともう一回話してやるか。いつでもお前をいじれて楽しいかもな。いや、おとなしく卒業してください。よし、そして僕からもったいサービスだよ。おい、山猿。この不死川心、貴様に結婚を申し込む。そっちではない。この後無視するとは何たる侮辱。高貴なるものを何と心得る。決闘せよと申しておるのじゃ。ヤマザル、決闘じゃ。川上桃代に二度告白し、共に撃沈。まだやるというのか。じゃが根性はあるようじゃな。じゃがそれだけではこなたには勝てぬ。あ、
諦め。何を5時になっておるのじゃ。ここが弁当ではないか。そもそもお主がこなたの話を聞かぬから、こなたのせいではないのじゃ。こなたは悪くないのじゃ。主が意地を張るから。お心配した。分かっちゃねえな。わけわかんねえこと言ってんじゃねえ。大事な人が集まって家族、家族が集まって町、町が集まって集まって、そんで国だ。国ってのはそんな大事な人の集まりだ。その腐った連中を選んだのも国民だ。なら、そんな国、俺が変えてやる。一つ教えといてやる。人が望むのはいい国に変えてくれることだ。誰が変えるかじゃねえ。私の順序返して。こうなった以上責任取ってよね、ヤマト。ヤマト君って言うんだ。かわいいな、食べちゃいたい。やばい、逃げろ。余計なことに首を突っ込みおって。学園長、少々痛いが覚悟せい。え、あ、貴様。くだらぬ、このくだらぬ国と共に滅びろ。